岡山一番街は、岡山県岡山市北区にある地下街。ここでは、隣接するペスカ岡山についても記述する。当地下街は、西日本旅客鉄道の子会社である、山陽 SC 開発株式会社が運営、管理する、中四国地方最大の規模を持つ地下商業施設である。 JR 岡山駅東口の地下改札口前に正面入り口があり、東口のアイカーとネコット、高島屋、ホテルグランビア岡山、イオンモール岡山、岡山駅前電定、東口バスターミナルなどの主要な施設や建物への連絡通路の役割も持っている。現在、2006年に駅構内に開業した、同じ JR 西日本グループのサンステ、 岡山とバッティングした業種の売り上げが減少したために、リニューアルによるテナントの強化やハード面の見直しなどで、売り上げ獲得と他施設との差別化を図っている。岡山駅前は地下においては、岡山一番街やペスカ岡山等を通じて、道を隔てた、駅前町、本町、西木町などの繁華街や市内電車乗り場に、バスターミナルなどの施設と結ばれているなど、 非常に機能的に整備されている。しかしながら、エレベーターのない連絡口が多く、地上を移動するにも、横断歩道が少なかったり、あるいは駅から少し離れたところに設けられているなど、遠回りを余儀なくされることが多く、高齢者や旅行客には不便な構造になっている。最近では、岡山駅の改修工事に伴い、岡山一番街と駅前広場、 そして岡山駅構内を結ぶエレベーターが設置され、岡山駅から一番街までのバリアフリールートが整備されている。隣接する地下街としてペスカ岡山がある。ただし、会社、歴史的にも関係は浅い。ありがとうございます。